こう育てななけければいけないとか子供はこんな風に純粋に育てるべきだとか子供は親の愛を全て育ぐべきだという僕こっちの方がいびつだと思うんですよまだ私利私欲の方がマシだと思うんですよねなんでたった一人の息子の人生を自分の恨みつらみだけでですねしんどい方向に持ってっちゃうのと <laughs> 嫌な母親だなと正直僕思うんですけどもレモンさん女性10代私は19歳大学生彼氏は25歳社会人。 将来の息子をマザコン化させたいし、マザコン男性の母親が羨ましいです。この考えはいけないことですか虐待ですか私は恋人に一途さを求めますが、現実に浮気をしない一途な男性は少数だと思います。そこで、 家族という縛りのある息子に母親として死ぬまで愛されていたいのです他人である彼氏とは異なり血のつながりや戸籍上の理由で子供は親から精神的に物理的に離れられないからです子供に自分ができなかったピアノを習わせるのと同じで自分が恋人に一途に愛されなかった分を子供で満たしたい出産したらこの横島な気持ちはなくなるでしょうか純粋に子供を愛したいのに自分に自信がないでも私欲を満たすために子供を支配するなんていけないと思います 裏切られないいい愛が欲しい否認はししはっっかりしますすていうですねなんかこう、論理的でありながら、やや知り、知り滅裂っぽいんですけども、さて、どう答えようかなと思って、もうコメント欄見たらですね、割と否定的ですね、皆さん。<laughs> <laughs> 毒をやるとね、はいはいはい。まあまあ、僕はあの、毒屋とかですね、なんかいろいろ、 意見あるでしょうけども基本方針ですね。育児目的が虐待とかじゃない限り。まあ、あのどんな育て方をするのは自由だと思うし。 これを目標にしてですね、この通り行くはずがないと思うから、どうぞご自由に親やなさい以外に言葉ないんですよ。これを読んで、その、やめた方がいいよとか、か素晴らしいよとかって何を言ってもですね、どんな助言をしても現実的に子供が生まれてしまったら、この思惑通りに行かないと思うのでですね、その、な、なんでしょうね。みんなが一斉に武器を捨てれば、どの国も一斉に武装放棄すれば世界平和は来ると思いますっていうのと同じですね。え、そんな方法ないから <laughs>、あの、別の方法 考えましょう,ねって言うんですけども,でもまあ小学校4年生の子供が手を挙げて「はい先生!」とかあの人類全員が武器を放棄すれば戦争はなくなると思いますと言われたらもう先生としては「そうですよね」しか言いようがないじゃないですかだから別に10代19歳の大学生を子供扱いするつもりはないんですけどもそれでもまあいいですよねただそのこう育てなければいけないとか子供はこんな風に純粋に育てるべきだとか子供は親の愛を全て育てるべきだという僕こっちの方がいびつ だ私利私欲ですよね私私欲ではなくて使命感で子供を育てちゃうよりはまだマシかなと思うんですけどだからこのレモンさんですかレモンさんの目的は否定しないんですけどもまああんまり正直うまくいかないと思ってますで血のつながりがあってもですね裏切られない愛情は保証してくれないというのはもう皆さんご存知の通りですねあの別にここでアンケートを取るまでもなくマザコンの男子の皆さんお母さんのことが大好きですかと聞いてもですね マザコンというのは症状であってそれと自分の母親が好きかどうかは全く別問題と思うのでですね関係ないと思うんですよあと何よりも生まれたの男の子だったらどうすんだいって話なんですけどまあそこもあんまり突っ込んでもしょうがないですよねうんマザコンに育てようとした結果息子に憎まれるっていうのはあまりにもある話ですからねなのでまあでも結論としてはあのやりたいようにおやりになれば いいいじゃないでしょうかあの別に19歳で今すぐ妊娠する予定はないそうですからですねそれを25歳の社会人の彼氏に言ってるのかな僕に言う前に言ってるのかな自分でもいびつだとか歪んだとか自信がないのにとか言ってるから多分ちょっと自分が変わってるのは分かってるんでしょうけどねあのいっぺん彼氏に言ってみてどんな顔をするのか見てみるのもいいと思います。 文江さん女性30代私は計画的に妊活妊娠活動ですね妊活を行い現在男の子を妊娠中です。 望んだものですのでもちろん嬉しいのですが自分がきちんと男子を育てていけるのかと不安に思っています実は私はかなりの男嫌いです昔から太っており寄ってくる男性が軒並み体目当てだったのがその原因かと思います夫とは婚活で出会いました彼は他人と比べると女体への興味が著しく低く他の面でも人間として尊敬しています夫のような感覚の人間に育ってほしいと思っているのですが 親族関係を見たところ特に教育がなされたわけではなさそうです親があまり性的なものに口を出すのはいかがなものかと思いますし一体どのようにしたら良い性感覚の子良い性感覚の子を育てられるのだろうかと生まれる前から悩んでいます岡田先生のサイコパスならではの視点から 解決法でなくても考え方のコツなどをお聞かせいただきたいです性感覚でいのセックスの感覚という字をこの人書いてます僕もそんな言葉っていうかそんな三文字熟語を見るのは初めてですけどね良い性感覚ね夫は女体に著しく興味がなくなんですよねそれってまあまあ別にそんな珍しいことではないんですけども男性のドノーマルの中心というわけじゃないと思うんですよだから息子が夫 本の方みたいになったら変な言い方するんですけどフミエさんみたいなレアケースな女性しか相手にできないレアな男性になると思うんですよねだからそれってね今の世の中で割としんどいことだと思うんですよ、ね、あの普通 世間っていうか世の中っていうのは多数の人が楽しいようにチューニングされて設計されて運営されてるんで,です、ね、好んでマイノリティの道に行くのはあんまり意味がない特に自分の人生だったらねそのマイノリティの道っていうのは自分で決心していくから全然止める必要ないんですけども自分の息子をそのように育てようっていうのって あんまり褒められることとじゃないと僕は思う何で,、ね、でたった一人の息子の人生を自分の恨みつらみだけでですねしんどい方向に持ってっちゃうのと嫌な母親だなと正直僕は思うんですけども親が子供にできるしつけとか教育って 良いいい方方向向にになななるるかかか悪のの可能性って半々じゃないですかだから例えば性に関して厳格なしつけっていうのはよく出ると真面目になるんですけども悪くすると変態になっちゃいますよね何かに関して厳しく育てるとかですねうちの教育方針はこれですってテレビとかで見るとそれがよく出た時は報道されるんですけど悪くなって反発したりですね子供がねじれたりすることって犯罪者が出た時のですね調査とか報道ぐらいしか見ないからよくわかんないのでですねただ ではですね。その親のしつけ、特に性的なしつけって今言ったようにですね。こじれて変態性になる以外に。 あまり僕は意味がないと思ってるんですよなんでかというと類人猿ボノボなどの類人猿を含むですね社会性のある生物、まあ、僕らも類人猿の一種類ですよね人類もそれはですねみんなあの幼年期は年長者の意見を聞く親とか自分より体の大きい年の大きい人の様子を見て伺って従うふりをする従うっていうのが もうこれ類人猿全体の法則なんですよねで。ところがその類人猿がですね、思春期になってからですね、つまり人類も本当は3歳で思春期の第1期を迎えるんですがあの頃イヤイヤ期迎えるのはそのせいなんですけどですね、思春期からですね、同世代の影響を強く受けるんですよ同世代同年代。 でこれはもう思春期が明けるまで全く治らないので,です、ね、す子供の頃は素直だったんだけども、中学校ぐらいから反抗期に入ってってよく言うじゃないですか。それは当たり前なんですよね。思春期に入ると、第二次成長期に入るとですね、人類を含めてあらゆる類人猿はですね、あの親の世代に言うことを全く聞かなくなって、上を見るんじゃないんですね。だから、群れを作る生物だから最初は 上を見て、ね、あのボスの言うことを聞くんですけど途中からどうやってボスを倒して自分がボスになるのかという進化をするもんですからです。 横を見出すんですねで、横を見てみんなと同じことをつまり友達の真似をしようとするこれも男子も女子も全部同じなんですよで、これがもう本能に組み込まれているのでですね性的な好みとか習慣っていうのは思春期で決定されるのでですね母親が息子に何かできるはずがないできるとしたらこじらせて変態にする種を作っているだけだと思ってですねまあはっきり諦めていただくのがいいと思います 僕、あの生まれた時にですね。心臓に先天的な欠陥があって、もうほぼほぼ8割の確率で1歳で死ぬという風うに言われてたんですよ、ね、心臓が激しく打つことによって。 死ぬわけだから要するに泣かさなければいいと,ということでうちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですねとにかく僕は一瞬でも泣きかけたらすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですねまあそれでまあ僕は生きてるんですけどもいやすいません今のコメントで「こんな立派なサイコパスになって」って書いてあって <laughs> まあまあその通りですよね愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね